今回はワークフローの下のこちら2つですね、Add a breakpoint in debug mode というものと、あと Disable workflow という2つの中身について、理解をしていこうと思います。こちらですね、まあ、2つあまり使う場面は、大規模な開発になってこないとないかもしれませんが、一応ですね、知っておくと便利かと思いますので、ご紹介をしていくというものです。まず下側の Disable Workflow というものについて見ていきましょう。これは何かというと、その名前の通りですね、ワークフローそのものを止めてしまう、まあ、稼働させないようにすることができるという機能となります。例えばですね、今こちら、ボタン A というものがありまして、このボタン A を押すと、何らかのアクションを取るということをしていきますが、どのアクションにするのかというと、ボタン A クリックされたら、このエレメントを隠すというアクションを取っていきましょう。こちら、シェイプ A ですね。これを隠すという形にしていきます。で、プレビューボタンを押して、挙動を確認していきましょう。そうしますと、こちらボタンを押すと、今ですね、これ、デバッグモードになってました。はい。ステップバイステップモードですね、やってましたが、こちら、クリックすると、消えたということがわかります。更新ボタンを押してもやってみましょう。はい、消えました。これで、一応ですね、ちゃんと動いているということが確認できますが、この時にこちらのですね、ワークフローをクリックして、Disable Workflow というところにチェックボックスを入れます。そうするとどうなるでしょうか。プレビューボタンを押していきます。そして改めてボタンを押していきますと、何も起こらないということがわかります。このようにですね、何らかの行動をすべて止めてしまうという場合に、この要素というかですね、こちらの Disable Workflow というものが使われるというものです。で次ですね、こちら、Add a breakpoint in debug mode とありますが、これが若干ややこしいというものですね。で、Add a breakpoint ということで、まあ、ここで平たく言うと、ここで止めますよという指示をするというもの、そういった解釈が分かりやすいかと思います。例えばですね、こちら、今、要素、Shape A を隠して、次にですね、もう一度 Shape A を出して、そして次にまた Shape A を隠して、そしてまた次にですね、Shape A を出すというアクションを、はい、作ってみました。で、これでですね、プレビューをして動作を確認してみますと、これクリックするとですね、もうバババババッとですね、すごいスピードでアクションが行われますので、何も変わってないように見えるという形になります。ただこれですね、ステップバイステップモードで実行していくとどうなるのかというと、要素がこうやって消えたり出たりするということがわかるかと思います。で、この時に、ちなみにこのスローっていうのは何かというと、これはですね、1秒ごとにこのアクションをした結果っていうのを、結果をですね、こう変えていくと、1秒ごとにですね、1、1、1という感じですね。まあ、その名前通りですね、ランスローということで、はい、ゆっくりと、こう、アクションを取っていくという形になっていきます。で、今回ですね、やっていくのが、デバッグモードの時のブレイクポイントを作るというものですね。例えばこちら、ハイドシェイプというところでブレイクポイントを作っていきましょう。その場合にどうなるのか、はい、見ていこうと思います。そうすると、これやってしまいがちなのが、ステップバイステップを使ってやっていっても何も変化はありません。押していってもですね、こうやって変わっていくんですが、こうではなくてですね、例えばノーマルモードの時に押していきます。そうすると、はい。今ですね、こちら、下になんかこうワークフローの流れが出てきますが、こちらのハイドシェイプというところで止まっているということがわかるかと思います。なんでかっていうと、ここにブレイクポイントを設定したからですね。ですので、ワークフロー自体は一気にバババッとここまで進んでいったんですが、ここでまあ止まったということがわかります。で、あとはですね、こちら、スローとして行動を取ってみてもですね、こちらがわかりやすいかもしれません。順番にこうアクションが取られていきます。で、ここで止まったのが分かりますかね。で、なんで止まったのかというと、ここにブレイクポイントを設定してからですね。ですので、何らかの、こう、挙動を確認したい場合に、途中までの動作は実行させて、そこで止めたいという場合に、この、ブレイクポイントを設定するということによって、まあ、効率的に開発を進めることができるというものになります。